死ぬ気で攻めます。見せてあげる。青木さくまです。今日はですね、レッツ連帯つくばラウンドに来てます。5月5日、あったかい、あったよ。でですね、まあそのレッツ連帯なんですけども、まあこの時にですね、たくま GP カップ、たくま GP カップといえばですよ、昨年11月にはですね、あの猫鈴ちゃんをやっつけたスーパーカブ山根選手がですね、また今回参戦してるということで、ちょっとねインタビューをしていきたいと思いますけども、前回はね雨上がりというか、雨がしとしと降っている、ちょっとね微妙なコンディションの中、なんとか勝ったというようなね形でしたから、今回はこの晴れ、ということなので、まあ、どういう風にね展開になるかちょっとねわからないんですけども、ちょっとねあの話を聞いてこようかなと思いますんで、行ってみましょう。の山根選手でーす。どうですかね、今日はちょっとすげえピーカンになりましたけども、気持ちいいね。バイクの季節だね、これはね。みんな気持ちよく走ってるね。で、予選どうだった？気持ちよくないです。なんか俺も見たんだけど、はい、タイムがぶち切りぶち切りでちょっと微妙なことになってませんでしたか？あれ、ちょっと待って、今日は13台中、あ、ちょっと前との差がですね、はい、コンマ3ぐらい離れていて、はい、トップとの差がなんと2秒も、はい、あれ、どうしたの今日は？どうしたの？レスポンのはずなんですけど、今日はどうしたの？なんかこの間と比べて、なんかやってきた点とか全くやってこなかったとか、やってこなかったらやってこなかったらそっか、まあ、雨が降れば勝てます。雨が降れば勝てますから。今日はね、降水確率が、はい、絶対降らない%。勝てないどころか、もしかしたら周回遅れになっちゃうんじゃないかっていうギリギリのラインになりそうじゃないですか。ちょっとそうですね、今日勝てなかったらちょっと引退勧告かもしれませんよ。マジですか？あの集団聞こえてました。引退かもですよ、それは。もうちょっといけないんですかね。ハートの、ハートですかね。ハートでなんとかなる、ハートでなんとかなる。ちょっと最終の方になってしまいますが、はい、頑張ってもらって、はい、しっかりと走ってもらって、最後まで諦めないで頑張ってきてもらえればと思います。わかりました。いいっす、頑張ってください。ありがとうございます。いいっす。じゃあですね、今日も山根選手行ってもらいたいと思いますんで、今日勝てなかったら引退。レッツゴー。さあ、これから運命の決勝レース、引退か引退じゃないか、それをかけてのレースになります。どうぞどうぞ。死ぬ気で攻めます。頑張って。まさあ、いよいよですね、運命の対決、引退か
残留か、見どころです。
お疲れ様でした。山根選手どうでしたか。最後負けちゃいました。なあ、もうよっこらーと思ったんだけど、よっこらしみられちゃった。何回もやったらダメよ。何回もやったらそれは締めるんでしょ。だって狙ってたもんね。今日も分かってた。3コーナーで入って4コーナー締めようみたいなね。何もできません。何もできないの。まあまあしょうがなかったですね。いや、どうしましょうかね。もうビリではなかったです。ビリではなかったですけどもビリではないんですけども、ビリではなかったんですけども、これちょっとまた、はい、考えなければいけない時期に、クビかどうか、どうですか。でもどうでしたか今日。今日ちょこっと思い出してきた。あ、ちょこっと思い出した。最後でもスタートしてほらすぐ2台見たじゃん。はい、おお出た出たと思って、結構速くなったぞと思ったんですけどね。レースになるといろいろと思い出しますね。思い出してる。あ、単独だったね。ちょっと時間ないね。お、佐藤浩選手、田中清水選手の参戦中。ビッコ来たな。続いての選手は、いやいや、ビッコ。どうだった？ね、来たの初めてだよね。おー、どうだった？お兄ちゃんどうだった？お兄ちゃん早かった。最後4コーナー来るの分かった？わかんない。4コーナー来るから閉めたんですよ。来ないよ。え？来るみたい。前はクランチャーしてたけど、うまくいってた。6点にまとめて3コーナーまで行ったから、4コーナーもそのままね。来たね。そうか。次回は？次回は？次回は？オケは走った？レッキー10番はワンツーレーシング。ライダーは山本選手、広之選手、三条四選手の参戦して。まあでも今度はオケガワだっけ。オケガワスポーツランド。あれ？オケガスポーツランド。オケガスポーツランド。あれ？ホームコースです。ホームコース。ホームコース。ホームコース。数字は汚名返上で。汚名返上で。名誉挽回、汚名返上。はい。ということで、じゃあ泣きのもう一度ください。もうえもう一度もう一回。マジっすか、マジっすか。次勝てます。次勝てる。オケ側に勝てますから。ショートコースだよ。ショートコース早いんだ。お、来た来た。ショートコース早いです。早い。来た、来る、今度は来る、きっと来る、きっと来る、きっと来る。ということで、きっと来るということなんでね。はい、じゃあ組み直し、ありがとうございます。もう一回やります。次回ね、はい、ちょっと頑張ってもらって、はい、お名返上を、名誉挽回で頑張ってもらうように頑張ります。はい、ぜひですね、カブの底力を見せてやる。あれじゃあスーパーカブの底力を見せてあげる。見せてあげる。あげる。じゃあスーパーカブ次のお怪我でね。はい、スーパーカブ底力を、はい、見せてあげる。ということで、はい、はい、しまったところでですね、次回頑張ってもらいたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。たくま GP カップ、そしてスーパーカブ、引退か残留かどっちっていう風な形でしたけども、残留っていう風な形になりました。はい、次回の今度は6月9日桶川戦をですね、楽しみにしていきたいと思います。はい、今回のこの動画面白かったなと思った方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。